ではこの時間は今日の金先物情報をお伝えします。朝10時に大阪取引所が発表した金先物指数です。13,515円、前日比で56円プラスとなっています。ここで日産証券新横浜支店長中島啓司さんに電話でお話を伺います。中島さん、おはようございます。おはようございます。今日もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日の金市況は現在どのような状況でしょうか。はい、まず本日の大阪取引所の金先物価格は、中心元月の10月切りで10時現在、1g 13,515円の56円高で推移しています。朝方はですね、マイナスという場面もあったんですけれど、株式同様ですね、為替の円安ですかにちょっと動いてきまして、プラスの方に、移行しているという状況です。はい、でただ、先月末にですね、国内での金価格、金の小売価格が、1万5000円を超えてですね、ニューヨークの金価格が2800ドルの大台を突破し、国内外ともに最高値を更新はしていますが、今月に入っては、株式でも注目されているアメリカの大統領選挙ですね、それとあと FOMC の、結果発表を控えて、ともに今月は調整安となっています。で、特に日本市場の金価格は年初から 46.2% 上昇してまして、ニューヨーク金が 29.3% 上昇なんですね。それに比べ大幅に上昇してますが、為替の円安による影響があるため、今回の大統領選挙の行方や FOMC の結果に注目が集まっています。で、一方昨晩のニューヨーク金は、中心元月12月切りで前日比 3.5 ドル高の 2749.7 ドルで取引を終了しています。で、10月のアメリカ ISM 非製造業景況指数が事前予想より強気の数字となり、売り圧力が強まる場面もありましたが、アメリカ大統領選挙が史上稀に見る接戦と予想される中、乗り寄せを背景に海外優勢となりました。しかし大統領選挙の結果が判明するには数日を要するとみられ、上げ幅は限られた模様です。いずれにしてもですね、日米ともに大統領選挙の行方や FOMC の結果が発表に注目されています。そういった状況です。わかりました。はい、中島さん、今日もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。以上、今日の金先物情報の時間でした。では全体の様子を確認します。日経平均株価526円14銭高、39,001円21銭。東証株価指数トピックスはプラス 31.13 ポイント 2695.52。日経225先物12月切りは380円高の39,040円となっています。